はい、ではここからですね、予報センターより九州北部の大雨についてお伝えしていきたいと思います。まずこちら現在の様子になっていくんですけれども、雨雲レーダーを重ねたような状況です。現在福岡県や大分県内、この辺りを中心に黄色または赤色の活発な移行が見られております。こちら断続的にこういった活発な雨雲流れ込んでおりまして、すでに土砂災害などの危険性も高まっている状況になっております。こちらですね、 これまでの雨量、積算雨量の様子を示したものになっているんですが、特に赤色のエリアはこれまでの雨量が100ミリを超えているようなエリアになっています。特に先ほどですね、福岡県内、福岡県の気象台の方からも福岡県に大雨特別警報が出されたような地域があります。特にこのエリアを見ていくと、すでに総雨量が300ミリを超えているような地域も出てきている状況です。この大雨によってすでに地盤が緩んでいたりですとか、河川の水位が上昇しているようなエリアもありますので、この後も引き続き土砂災害や河川の増水には厳重な警戒が必要となってきそうです。このためソライブでは先ほど17時50分ごろから M スケールを2から3に引き上げて放送しております。特にこの後も福岡県や大分県内の方は大雨による厳重な警戒必要になってきますので、身の安全の確保を第一に考えて行動するようにしてください。以上、予報センターから大雨についての情報をお伝えいたしました。